キングサーモンはアメリカ合衆国アラスカ州ブリストル米軍にある国勢調査指定地域。2010年に行われた国勢調査によると人口は374人である。隣接するレイクペニンシュラ軍の軍長所在地であるが、キングサーモンが所属するブリストル米軍の軍長所在地ではない。ブリストル米軍の軍長はナクネクに置かれている。 キングサーモンは、アラスカ半島を流れるナクネク川の北岸に位置し、軍庁所在地のナクネクから上流へ約 25km 遡ったところにある。アメリカが州国国政調査局によれば、キングサーモンの総面積は171.0平方マイルであり、そのうち陸地が169.6平方マイル、水面が1.4平方マイルを占める。 キングサーモンはアカンタイ気候に属する。特に玄関期において、キングサーモンの気温はアカンタイ海洋性気候に属するアラスカ半島の地域に比べると、より穏やかである。冬季の平均気温は、近隣の国内諸都市、例えばノースダコタ州ファーゴと比べても温和である。アラスカ州の天在的永久凍土帯の南限から、わずかに下に位置する。 キングサーモンと反対側の山側で大半の香水をもたらすため、多量の湿気を含むワリューシャン低気圧の影響は小さい。2000年の国勢調査によれば、人口は442人、196世帯、105家族が居住していた。人口密度は2.6人、平方マイルであった。 343件の住宅があり、住宅密度は1平方マイルあたり2.0件であった。人種構成は66.29%が白人、1.13%が黒人、またはアフリカ系アメリカ人、28.96%がネイティブアメリカン、0.23%がアジア系、0.23%がその他の人種で、 3.17%は根血であった。0.45%はヒスパニック、またはラテン系アメリカ人であった。全196世帯のうち30.1%は18歳未満の子供がおり、44.4%が夫婦で暮らし、4.6%は夫のいない、女性世帯主の世帯、46.4%は家族のいない世帯であった。 全世帯の41.3%が個人世帯であり、1.5%は65歳以上の高齢者独居世帯であった。平均世帯構成人員は2.26人、平均家族構成人員は3.17人であった。年齢構成は18歳未満が26.2%、18から24歳が7.0%、 25から44歳が35.7%、45から64歳が28.1%、65歳以上が2.9%であった。平均年齢は38歳であった。女性100人に対する男性人口は122.1人で、18歳以上の女性100人に対する男性人口は131.2人であった。 世帯の平均収入は54,375ドルで、家族のそれは64,375ドルであった。男性の平均収入が4万5,000ドルだったのに、対して女性は3万5,500ドルであった。一人当たりの平均所得は2万6,755ドルであり、約8.8%の家族と人口の12.4%は貧困線以下であり、 うち17.5%は18歳以下の子供と65歳以上の高齢者がいた。1930年代、アメリカ合衆国政府は後にキングサーモンと呼ばれる地に航空保安サイロを建設した。第二次世界大戦諸島アメリカ陸軍航空軍はサイロの周辺に空軍基地を設置した。基地は大戦中民間航空管理局の管理下に置かれた。 1940年代と1950年代にアメリカ陸軍工兵司令部はキングサーモンからなくねくに至る2 5トルの長大な道路を建設した。他の政府機関、例えばアメリカ合衆国国立公園局、アラスカ州漁業主要省、アメリカ国立気象局も施設を建設し、ザ・キングサーモン院が1956年に開業した。キングサーモンは 行政、交通、サービス、釣り、紅酒流通の拠点として発達した。1993年に空軍基地は閉鎖となり、アンカレッジに拠点を置く、チュガッチフェデラルソリューション社の管理下に置かれている。公共用空港として、キングサーモン空港が現在、機能している。また、超二重極高齢打網ののサイトが、キングサーモンにある。2010年に、 実行段階まで進んでいたイスラーム系のホームグローンテロリズムにアメリカ国立気象局の男性職員とその妻が関与していたことが判明。メディアや軍関係者ら20人の暗殺対象者リストも見つかった。ありがとうございます。